現在は3試合連続で複数失点を喫している湘南、今シーズンリーグ戦はまだクリーンシートがありません。このルーズボールは宮澤が先に頭でつついて、小柏から浅野です。さあ金子、縦に行った金子、低いボール流れてきてシュートだー、小前ニアで相手を釣ってセンターで小前、中からまず外ですよね。で1対1、まあ、少しこう浅野は走ることによって引っ張って、まあ、金子の縦を突破なんですけども、やっぱり右足もあるんですよね、はい。まあ、完全に抜き切ってるわけじゃないですけども、まあ、本人からすると相当右足の自信もあって、中の状況も見た中で札幌の選手からするとニア中でしっかり作れてますから、はい。まあ、いい場所に小前で入ってきて金子、宮澤、新野、小前のフリック、すかさず拾う、小前のシュートだー、ソンボグよく止めました。柔らかいボール、菅野のパンチング、町のボレー、ハンドをアピールしています。どうでしょうか、広げていたわけではないですが、はい、ちょっとやっぱり体の幅から手が出てましたからね。ハンドを使っての可能性が結構高いかもしれません。 PK です。決めました、町のシュート。まあ、杉野もしっかり反応して読んでましたけどね、はい。まあ、ボールのスピードと飛んだ場所が背後に出して、これは新野、セカンドボールは50でしたが、これも50、激しくなってきました。町野から中央、さあチャンス、阿部湘南ベルマーレ、フラッグ上がらず仕留めました、阿部裕之。やっぱりボールへの反応と球際のところ、やっぱ落ちてくるボールに対してよく見てましたし、まあ、オフサイドないですね、ギリギリね。まあ、町野からだと思いますけど、町野もよく見てましたし、阿部も落ち着いてました。ここのターンもスムーズでしたし、阿部も周りを顔を振りながら見て、まあ、キーパーの菅野の動きも飛び込んできたタイミングも見てのフィニッシュだったと思いますし、最後は左のアウトサイドですかね、うまく抜きましたね。田中俊太、中入れて小柏が来た、スピードした頭で合わせました。小柏2対2、70分タイスコア。いや、何か生まれるようなところじゃないんですけどね、まあ、受けた田中俊太の、まあ、見てる場所もすごく良かったですし、パッと顔を上げた瞬間の小柏の動き出し、まあ、一気に少し斜めだと思うんですけども、太刀の前に入って、まあ、ボール良かったですね。まあ、このヘディングシュートも見事でしたけども、はい、いや素晴らしいですね。これをまた小柏、浅野が来たぞ、浅野、浅野だ、2対3、浅野雄也、早くもシーズン7ゴール、屈しない札幌。まあ、ここでボール奪ってからのまず1本目しっかり小柏に渡すこと、背中回った浅野にしっかり渡しましたし、まあそんなにこう湘南からすると、何か太刀からすると、もちろんもう少し寄せれたかもしれないですけど、滑った太刀のおそらく下抜いてると思うんですけど、はい。まあ、飛んだコースも非常に良かったんですけど、お願いします。戻ったボール、またルーカス・フェルナンデス、スパチョーク、スパチョーク打った、
キーパーの動きも見たと思いますけども、さ背中回った選手に少し引っ張られて時間ができましたよね。あとは、まあ、巻いてというよりも巻きながら落とす感じですかね。乗せて速いボールを逆サイドのサイドネットに打ち込みましたね。見事ですね。あ、もう最後の時間までなりましたけど、しかしあったんですかね。試合が終わりました。